まあ、本日はですね、皆様方には、このイベントを通しましてですね、福島県のですね、県産品の魅力と、あと生産者のですね、誇りを感じ取っていただきまして、これまで以上にですね、福島県産品をごひいきしていただきますようお願い申し上げたいと思います。